おはようございます。いわひでチャンネルのひでです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、集合住宅ののり面、こちらの方で人力の手取り除草、こちらの作業をね行っていきたいと思います。崖の上にあるねのり面です。擁壁の上にございます。で、残念なことにですね、今日はかなり風が吹いております。風がね通り抜けるような場所ですので、身柄をしっかり安全をね確保して作業の方を行いたいと思います。それでは作業場の方へね向かって出発したいと思います。動画の方スタート。風やんでくんねえかな。豆がねたくさんできてますね。この豆、これがね種入ってます。これがまね撒き散らされちゃうとまた芽が出てきてね大変なことになります。今これでね、安全帯の長さがもうギリギリです。これは今長さをね自由に調整できるようにロープで調整してます。これを伸ばしたいですね。もうちょっとこっちの方へ行きたいんで、これをね押すと、緩めて押すとスルスルスルっと伸びねこんな感じで伸びます。で、途中で止めたいときは例えばこの辺でテンションかけるとここで止まります。こんな感じでね、まあ、ちょっとねこの安全帯のロープがギザギザなんで止まっちゃうんですけど、普通のクライミングロープとかだとスルスルスルっといきます。ここをね軽く押すと、緩めないとこれダメかな、伸びます。でテンションかかります。意外とねこの普通の安全帯でも木の上で使うときねこういう使い方ありだと思います。なんとなくねゴールこっち見えてきました。奥からねやってきました。でこちら側は丸さんが向こうの建物側からやってきました。残るはここです。頑張ろう。うん、お疲れ様です。翌日の朝を迎えました。昨日はね途中で雨が降りましたので、のり面の手取り除草途中で樹脂ということになります。今日はねものすごく天気も良く、絶好の除草日和ということになっております。ただですね午前中おそらくのり面濡れてると思いますので、滑ってね転げ回らないように、頑張りたいと思います。特に丸さんご注意ください。それではね、引き続き作業場の方へ向かって出発します。スタート。スタート。知ってる今日4時から雨だ。えだそうです。
手取り助走にはファナープロトス、インテグラルアーボリスト、これ一択。マルさん、調子はどうですか？絶好調だそうです。風やんだね。天気も回復したね。現場から以上です。気をつけてよ。あ、それほら杭を打ったんだよ、多分単管かなんかぶっ刺したんでしょ。大規模修繕の後です。ここは乗り、よろしくお願いします。それでは行ってきます。種がね、もうできてますね。これね、種、豆、天丼弁当だ今日は。天つゆない天丼弁当。それを励みに頑張ろう。返事がない、返事がない。あげてもいい？よし。細かいの取って終了。
お疲れ様でした。今ですね、自宅の方へ帰ってまいりました。いやー、作業がね終わってほぼすぐですね。かなりね、雨本格的に降ってまいりました。今もう本降りですね。もう雲もねびっちりかかっているような状態です。いやー、よかった。あの糊面でですね、これだけ雨降られるとね、さすがに繊維喪失、ギブアップですね。危ないのでね、なんとかね終わって本当良かったです。昨日今日とね、昨日は風が強くて途中から雨、今日は風はなかったんですけれどもね、終盤間際で天気急変で雨、あーきつかったです。なんとかね、丸さんと協力して無事に糊面の手取り除草作業を終えることができました。これでね、一安心でございます。ちなみにですね、今日洗濯物の方は雨が降るというような予報を丸さんが、ね、察知しておりましたので、洗濯物は干さないで部屋干しという形でね、難を免れております。本日はこの辺りで失礼したいと思います。このチャンネルでは51歳で独立開業したおっさん庭師夫婦の日常を作業風景を中心にゆるい感じでお届けしております。もしですね、この動画を見てくださった方で面白かったなとか役に立ったなとか、このねおっさんの波長になんだか妙に合ってしまったなと自覚をお持ちの方、迷うことなくチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、コメントやグッドボタン、こちらの方も失礼しました、大変励みになっております。こちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。いやー、ほんと本降り、いいタイミングで終わりました。